バシレオス一世、バシレオス一世、イ、811年、頃から886年8月29日は、東ローマ帝国マケドニア王朝の初代皇帝、在位、867年から886年、アルメニア系農民の子から皇帝にまで上り詰めた。彼に始まるマケドニア王朝は10世紀から11世紀初頭に、かけて東ローマ帝国の最盛期をもたらした。 中世ギリシア語読みでは、バシリオス。テママケドニア、アドリアノープル、ゲンエディルネ近傍に住んでいた、アルメニア系農民の子として生まれた。彼の両親は、もしかしたら彼自身も一時第一時ブルガリア帝国のハンオムルグによって、ドナウ川の北岸に拉致されていた経験を持つ。バシレオスは初めてママケドニアの長官であったザンツェスに仕えるが、後に、 コンスタンティノポリスに登った。最初は、アモリア王朝三代目の皇帝ミカエル三世の一族で、城壁防衛長官だテオフィリッツェスに仕えるが、やがて、ミカエル三世の目に留まり、皇帝の敬語役へと取り立てられた。八百六十五年には、皇帝の寝室管理長官となり、ミカエル三世の愛人だったエイドキア・インゲリナ、結婚した。当時すでにバシレオスには、 マリアという妻がいたが、マリアは、離縁されて、故郷のテママケドニアに送り返された。バシレオスの急速な出世は、皇帝の王子で帝国の実力者であったカイサル、副帝のバルダスとの衝突を引き起こした。そのためバシレオスは866年4月に、計略を巡らして、バルダスを暗殺し、翌月には、ミカエル賛成によって、共同皇帝の地位を与えられたが、軍隊。 市民、官僚の人気は得られなかった。その後バシレオスは、ミカエル三世とも衝突し、最終的にはバシレオスは867年9月23日の深夜に、コンスタンティノポリス郊外の、聖、ママスリキューで酔って寝ていた、ミカエル三世を暗殺し、翌朝宮殿をも占拠して、単独皇帝となった。単独皇帝になったバシレオスは、 コンスタンティノポリス総主教で当時ローマ教皇と激しく対立していたホティオスを解任してローマ教会との関係改善を図った。しかし、ブルガリアの改修問題などで次第に祖語を来たすようになっていったことや国内の聖職者の不満を抑えることができなかったためホティオスを872年頃に赦免し877年には総主教に再任させた。 ブルガリアは結局コンスタンティノポリス総主教の管轄下に入ることになる。バシレオスは軍事的にも様々な功績を残している。まず、ミカエル三世時代から小アジア半島で大きな勢力を誇っていたパウロ派に対しては何度も遠征軍を送った。当初は苦戦するものの879年までには彼らの勢力を撃滅することに成功している。 また正確な時期は不明なものの、当時イスラーム勢力との共有地になっていたキプロス島を7年間支配下に収めことに成功した。バシレエオス一世はダルマチア地方に対して総試験を認めさせることにも成功している。一方シチリア島ではアグラ部長の攻勢を押しとどめることができず、878年に帝国最大の拠点であったシラクサを失った。 反面イタリア半島においては、中フランク王国のルート美ヒ二世イ、ルイニット連絡を取りつつ、イスラーム勢力の駆逐を進めた。885年には、名称ニケホロス・フォカス、後の東ローマ帝国皇帝ニケホロス・二世・フォカスの祖父をイタリアに派遣し、南イタリア、マグナ・グライキアの再征服を行った。以降11世紀まで、南イタリアは帝国領に留まった。 会場では、ニケタス・オーリファス率いる艦隊が、コリントワン、コリンティアコスワンイスラーム艦隊に勝利を収めるなどの戦果はあったものの、クレタ島やシチリア島、北、アフリカなどを拠点とするイスラーム艦隊の活動を完全に封じ込めることはできなかった。バシレオス一世はコンスタンティノポリスなどで、数多くの建築物を造営、修復したことでも知られている。特に、 カイヌルギオン宮殿とネアイクレシア、新教会の意味は有名である。またホティオスらに命じて、プロケーロン、法律便乱、エサゴンゲ、法律除雪、一般にはエパナゴゲという名称で知られると呼ばれる法律書を編纂させ、ユスティニアヌス一世のローマ法大全を改定しようと試みた。これは、彼の在位中には完成されなかったが、息子のレオオン六世の第二、 バシリカ法典として完成している。彼は、当初マリアとの間に生まれた長男のコンスタンティノスを後継者に考えていた。しかし、彼が879年に溶接したため、次男でエウドキア・インゲリナとの間に生まれたレオ,オーンが後継者となった。だが、バシレオス一世とレオーンの関係は882年頃にエウドキア・インゲリナが没した後急速に悪化した。 そして883年には、ホティオスの側近だったテオドロス・サンタバレノスが、レオーンを、計りごとの疑いで告発したため、レオーンを、宮殿内の一室に遊兵した。レオーンは3年余り後継者の地位を剥奪されて、いたが、886年7月に赦免され、後継者の地位に戻っている。しかしその直後、 バシレオス一星は狩猟中に負傷し、9日後の8月29日に死亡した。ただし、死の状況には不審な点があるため暗殺説もある。彼の孫のコンスタンティノス7世は、バシレオス一星の父は古代アルメニアのアルサケス朝、パルティア王家の文家の子孫、母はコンスタンティノス一星の末裔という噂がある、と書き残しており、エドワード・ギボンの ローマ帝国水防止もそれをもとにして書かれている。これは皇帝となった後で作られた伝説に過ぎないという見方がある。もっともヘラクレオス王朝やアモリア朝に倒されたレオーン五世といった同じアルメニア系王朝や皇帝を経緯づけに利用していない点に特徴がある。少なくともゾックテオファネス年代記においては父方祖父は コンスタンティノス六世とエレーネー交代後の統治時代にコンスタンティノープルにやってきたマイクテス。父方祖母はレオーンという人物の娘の一人、母はアドリアノープルに住むコンスタンティノス一世の血を引く一族の出という噂があった未亡人の娘であったということを記している。また彼の両親は繁忙期にはいわゆる季節労働を利用していたことが師匠からえるので、 よく言われるような彼が貧乏だったというのは誇張である。見方もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。